どうも元気マンです。皆さん元気足りてますか？いやー元気がないということで、今日も元気を届け、農業の楽しさ素晴らしさを伝えていきたいと思います。今回は農家のオフデイを撮っていこうと思います。僕は今年の11月から本業農家になりました。約1ヶ月ちょっと経ったんですけど、まあ、実際に休む農家として休むっていうことがなかなかなくて、そんな中でしっかり休む日、何かをやらない日っていうのを作りたいと思って、今日は撮っていこうと思います。実際に農家さん自身休みの過ごし方とか本当様々だと思うんですけど、元気マンらしい休みの一日を撮っていこうと思います。それではレッツゴー。ここが畑なんですけどね、最近風が強いのでね、ほぼほぼ吹き飛んでいますね。残酷です。ほんとほうれん草、いやもうほぼほぼ吹き飛んでる。今日はだいたいこんな感じです。いやでも今日はちょっと少ないっていう感じですね。だいたい1週間で違うとこ走るんですけど、1週間でもうほんとこの大きいビニール、大のビニールの半分以上は行きます。それにしても雪がすげえ。はい、朝ごはんを食べた後に冬用のタイヤ交換をやっていきたいと思います。まあここ最近もう本当に寒くなって、もういつ雪が降ってもおかしくないですが、冬のタイヤ交換をやっていきたいと思います。前日なんですけど、岐阜の方で野菜の配達をしに行きました。しかし到着前にタイヤがパンクするという事件が起きました。いやー苦労しました。まあそれはさておいて、タイヤ交換をやっていきます。お昼なんですけど、まあ、元気マンサッカーやってたんですけど、地元の2個下の後輩が海外でサッカーを挑戦してやってて、それで今オフシーズンでこっち帰ってきて、たまたまこの前畑で撮ってる時に車で会ったので、そこでまあまた何かできることあったらみたいな話があったので、ちょっとご飯一緒に行ってこようかなと思います。農業は野菜を売って、まあ、お金にしていくっていう一つのやり方なんですけど、まあそれでじゃなくて、やっぱり農業かける何か、そういう形で元気マン農業やりたいんで、まあそれも含めこういった休みの日とかは本当に異業種、今まで僕が知らないようなことができる、知るような経験や人に会っていきたいなと、まあ思ってやってみます。とりあえずお昼楽しみなんで、これから迎えに行きたいと思います。今回は長野県下伊那郡高森町にある居酒屋亀爺さんへランチとして行ってきました。あのドイツ語で自己紹介するよ。ハロー、イヒピンタモイコメアセヤカン。イシピレフスバレインフスライス。最初はハローなの。ハローですね。ゼアバースとかなんか国によってっていうか、ドイツとオーストリアでなんか違かったりしますけど、めっちゃ簡単なドイツ語で挨拶させていただきました。元気マンチャンネルで登録してるんで、チャンネル登録汗かいてきちゃった。元気丼行くべきでした。でも量的にはそんな元気ないよ。でも量的に一番元気ないのはやっぱサイヤ人なんですか。量的に見てびっくり、見てびっくり、見てびっくり、やばいっすね、これそこにサイヤ人はエグいっすね。この手のひらの丼クリアできた人一人いるんすか。20分でサイヤ人すぎ。あマジ分数とか特にやってないんだけど、はい、いただきます。すみません、頑張って。はい。このベジータ丼が小さくなる。元気はもう無理です。ギブアップしました。いや、まあ、無理とかじゃないですよね。頑張った方ですよ。まあ、隊員なんでしょ。隊員はやっぱね準備不足。えマジっすか。準備してください。逆に時間かけたらたどる。ああ
お腹ご飯丼が1200円くらい、その量が倍なの。ええ。考えたらそれだけ1200円。でもラーメンの大盛りセットみたいな。やばいっすね。へえ、かっこいい。一番サイヤ人がここにいるっすね。結構来られるんですよね。いや、これはなかなか挑戦しないでほしいよ。当時学生に食べてるんですよ。学生向けの値段設定だから。あ、めっちゃ多分来てる。このチャンネルみたいので大盛り無料にしとく。おお。すごい楽しい、ね、楽しいですね。楽しまないけど間違いないですね。楽しんだものに立ち寄ったり、そうそうそう、いくら県民を楽しんでるから。いただきました。いや、まあそのまあ後輩くんもものすごくやっぱやってるなっていう風に感じました。2個下とはいえ、本当に年なんて関係ないなと思いました。もう本当になんていうかな、頑張ってるなっていうか、すげえ伝わってきました。なんでそれに負けないように僕もやっていこうかなと思った矢先、お腹が痛すぎて動けませんでした。やばい、マジで食いすぎはマジで良くないんで、腹8分目が一番ベストかなと。とりあえず今日はあと畑のちょっと水揚げとか葉っぱとか様子見て、観察というか記録っていうかをして、農作業は、まあ、農作業っていうか、まあ、これは毎日やらないといけないので、やばい。でもさっきより消化されてうんちもたくさん出たので、まあやっとこうかなと思います。ほうれん草と春菊に水揚げをやっているのですが、本当に日中はもうカラカラで暑くなったり、かといって夜と朝は本当に冷え込んで寒さに当たってしまって、本当にバラバラな日中の天気にもう勘弁してほしいです。もう今年も終わるので、来年に向けてのどんなことを感じたのか、今年どんなことを感じてどんなことを変えなければいけないのかとか、来年作るもの対計画作業の仕方とか、また新しく農地も借りるので、それに合わせてどんな計画ができるかっていうのを考えています。栽培方法とかも勉強不足なので、もっともっとさらに勉強して土作りからやっていかないと、うまい野菜はできないし、元気な野菜っていうのは取れないので、まあ、本当に科学的に、さらに勉強していい野菜が作れるように、野菜の価値とか農家の価値っていうかを守れるような売り方を今後考えていかないといけないので、農家だけで終わらないような農家になりたいんで、ぜひ皆さんの元気とかを分けてくれたら嬉しいんで、これから最強農家に向けて頑張ってやっていこうと思います。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。